インタビューを始めていきます。お二人とも輸出おめでとうございます。ありがとうございます。まずは三津具選手からお話を伺っていきます。輸出決めました。まずは一言いただけますか。思想の感じ、かなり良くなかったので、まあ、うまくここに来られて、よかったです。ヘッドコップの下なんていうコメント出ていたんですが、どのようにエンジン良くなった感じしますか。そうですね、思想の感じは昨日とあまり変わりなく良くなかったんですけど、まあ、レースは、まあ、昨日より、持っていく感じは少しありました。どうしましょう、優勝戦に向けてさらに何か上積みなどは考えていますか。まあ、ちょっとまだ、車の状態確認してないので、まあ、一度確認しながら、現状のままでは面白くないので何か、手は打つと思います。 200V 地元で決めたいですね。そうですね、はい。はい、ありがとうございます。それでは三津具選手そのままお待ちください。続きまして渋沢選手お話を伺っていきます。まずは輸出おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうという言葉を聞こえましたが、お気持ちいかがでしょうか。嬉しいです。レース自体は振り返ってみてご自身ではいかがですか。そうですね、水口さんが結構速かったので、もう途中から真っ直ぐに進んでいるかなと思います。後ろなどは気になりませんでしたか。後ろは結構気になって、はい、きつかったです。ただここまで安定した着取りですが、エンジンはここまでの戦い終えていかがでしょうか。エンジンは、はい、自分がこういう成績取れるのでいいと思います。優勝戦に向けてさらに何か上積みなどは考えていますか。何もやりません。はい、ありがとうございます。それではですね、お二人の選手に抽選箱か抽選券2枚ずつお願いいたします。番号は後ほど私からご案内させていただきます。当選された方はサインスキッソを次節使用できるウェルカムセットをプレゼントさせていただきます。はい、ありがとうございます。それではですね、最後に一言ずつ選手にいただきたいと思います。まずは渋沢選手お願いいたします。明日も8周回精一杯逃げます。応援お願いします。ありがとうございます。では続きまして高橋選手お願いいたします。明日も、優勝できるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上でインタビュー終了となります。2名の選手退場となります。どうぞ皆様大きな拍手でお送りください。G2 稲妻賞1つ目の準決勝戦第9レース優勝を決めましたのは高橋三津具選手、そして渋沢健二選手となりました。ではですね、インタビューを始めてまいります。お二人とも優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは森谷選手からお話を伺っていきます。改めまして優勝おめでとうございます。皆様に一言いただけますか。やっぱり地元のスター早川君が1着だったことによかったと思うんですけど、僕も頑張りたかったんですいませんけど、今日は1着取らせていただきました。いや、見事な1着となりましたが、ご自身ではレースを振り返ってみていかがでしょうか。グラインがちょっと続いちゃってすごい葛藤したんですけど、行けって言ったら意外と行けたんで、良かった。そのスタートの展開がすごい良かったのが勝因だと思います。抜け出してからのエンジンなどはいかがだったんでしょうか。朝今日落合君と合わせた感じも良かったので、それ信じていきました。明日は優勝戦控えますが、さらに何か手は加えていきますか。前田中聡君がここで記念取った時に、僕はいろいろ整備してめちゃくちゃになって7着を取ったことがあるので、明日はできれば何もしないでいきたいです。はい、ありがとうございます。それではそのままお待ちください。続きまして早川選手、輸出おめでとうございます。ありがとうございます。まずは皆様に一言いただいてもよろしいですか。はい、ちょっと厳しいレースだったんですけれども、まあ本当は1着行きたかったんですけど、かろうじて1着に入ると思いました。ご自身ではレース展開など、そしてエンジンも改めて振り返ってみていかがでしょうか。
そうですね、序盤からちょっといい展開作りができなくてちょっとあたふたしてしまったところがありますね、はい。明日は優勝戦を控えますが、何か整備などは考えていますか？はい、今日のままちょっと足りなすぎる感じがあるので、まあ、明日1日かけてじっくり整備していきたいです。スタートも教えてください。スタート切れてたんですけど、今日ちょっとだいぶ出が悪かったです。明日頑張ります。ありがとうございます。それではですね、お二人の選手、抽選箱から抽選券を2枚ずつ引いてください。森谷選手からお願いいたします。番号は後ほど私から発表させていただきます。こちらの抽選券はですね、抽選番号をお持ちの方、ぜひご確認をお願いいたします。選手のサイン入りの色紙、そして次節使えるウェルカムセットがプレゼントとなります。ありがとうございました。それではそれぞれ一言ずついただきたいと思います。まずは早川選手からお願いいたします。早川選手から一言お願いします。はい、今年最後の伊勢崎のナイターになりますので、明日、もう精一杯お客さんの方も楽しんでいっていてくれればと思います。自分も精一杯頑張ります。続いて一着でした森谷選手、お願いします。田中聡君が取ったタイトルが目の前で取られたタイトルなので、僕もそこのステージに上がれるように明日は頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、お二人ともありがとうございました。以上でインタビュー終了となります。2名の選手退場となります。改めて皆様大きな拍手をお願いいたします。お二人とも優秀、おめでとうございます。では一着でした坂選手からお話を伺っていきます。改めまして優勝を決めました。まずは一言いただいてもよろしいですか？めちゃくちゃ嬉しいです。めちゃくちゃ嬉しい、はい。これでしかも3連勝での優勝ですね。そのあたりはいかがですか？信じられないですね。どうでしょう、ここまで戦ってのエンジンはいかがでしょうか？エンジンはすごく伸びやすいですね。優勝戦を控えますが、何か上積みですとか手を加えることはありますか？まあ、ちょっと年間ぐらいは。スタートも教えていただいてもよろしいでしょうか？スタートは今日は切れましたね。はい、本節の切れ自体はどうなんでしょうか？いや、もう先に行かれたばっかり、まあ、厳しいですけど、まあ、まだ位置がいいので、なんとかなります。ありがとうございます。続きまして2着でした高宗選手、お話伺っていきます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは一言いただいてもよろしいでしょうか？全然着に絡めなかったので、まあ、今日は開き直って、全力で走ろうと思ったので逆に良かったと思います。はい、序盤の展開も大事だったかなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか？スタートがどうにか決まったんで、まあ、あとは前をどうやって動かすのか考えながら走ってました。最後の最後ね、後ろも気になったのかなと思うんですが、そのあたりいかがですか？まあ、来たら、まあ、来るのは分かってたんで、もうそれはしょうがないと思って、もう全力で走りました。ここまで戦ってのエンジンはいかがでしょうか？昨日ちょっと大きくエンジンをばらしたりして、周りの先輩や同期が手伝ってくれたんで、すごい乗りやすくなりました。はい、ありがとうございます。ではですね、お二人、抽選箱から抽選券を2枚ずつお願いいたします。1着でした浅香選手から2枚引いてください。番号は後ほど私が発表させていただきます。ありがとうございます。続いて高宗選手も2枚お願いいたします。選手のサイン入りの色紙と次節使えるウェルカムセットがプレゼントとなります。お二人ともありがとうございます。ではですね、最後に一言ずついただきたいと思います。はじめに高宗選手からお願いいたします。優勝したことないんで、もう優勝できるように精一杯走ります。明日も応援よろしくお願いします。続いて1着でした浅香選手、お願いいたします。最後まで皆さんが楽しんでいただけるようなレースになるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いします。お二人ともありがとうございました。以上で選手退場となります。選手のお二人はどうぞ車の方にお願いいたします。11レース優勝を決めました2名の選手の優勝インタビューを行ってまいりました。はい、では2名の選手到着いたしました。ではインタビューを始めてまいります。まずはお二人とも輸出おめでとうございます。
ありがとうございます。まずは1着でした鈴木圭一郎選手からお話を伺ってまいります。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まずは一言いただけますか。かなり流れがいいですね。流れがいい、はい、4連勝ですけれども、そのあたりが流れがいいあたりでしょうか。雨やむあたりはお天気も味方につけた感じですかね。そうですね、はい、ちょっとさ、雨がばらついた時は心配だったんですか。同期の吉原君いたんで負けちゃうかもなと弱気な部分はありました。お天気も味方しましたが、ここまで1着続いております。エンジン的にはいかがでしょうか。2日目終わってクランク変えてだいぶ良くなってます。優勝戦に向けてさらに何か考えはありますか。ちょっとヘッド周りを今日やったのはちょっと昨日の方が良かったかなと思ったので、まあ、昨日の今日の逆ですね、ちょっとやってみます。そして今日はオートレース船橋からも応援団駆けつけていましたが、そのあたり何か意識はありましたか。意識はしてませんでした。わかりました、ありがとうございます。続きまして2着で輸出組みました新井純選手インタビューを行ってまいります。輸出おめでとうございます。ありがとうございます。2着争い後半接戦となりましたが、そのあたりいかがでしょうか。3番が見えたんで中は大丈夫かなと思って、ちょっと開け気味で待ってました。ここまで戦いを終えてエンジン状態はどうなんでしょうか。まあ、乗りやすくなってます。はい、優勝戦控えますが何か考えはありますか。まあ、調整程度で大丈夫と思います。スタートも教えてください。スタートは、はい、大丈夫です。思いっきり切るだけで、はい、ありがとうございます。さあでは続きまして、お二人の選手抽選箱から抽選券を2枚ずつお願いいたします。こちら当選された方はですね、選手のサイン入りの色紙、そして次節のウェルカムセットをプレゼントとなりますので、当選番号ご確認お願いいたします。後ほど私から発表いたします。それでは最後に一言ずついただきたいと思います。まずは新井純選手からお願いいたします。はい、明日も精一杯頑張ります。応援してください。続いて1着でした鈴木圭一郎選手お願いいたします。はい、10レースで先輩のクリバーさんの炎のストッパーが効かなかったので、クリバーさんの分まで、明日は優勝したいと思います。応援よろしくお願いします。ありがとうございました。以上でインタビュー終了となります。お二人とも輸出おめでとうございました。ありがとうございました。選手が退場となります。選手のお二人はオープンカーの方にお願いいたします。以上をもちまして12レースの輸出